山崎城、または、香沢城は、現在の兵庫県思想市、山崎町香沢にあたる張馬国思想郡山崎にあった、日本の城。1679年以降は山崎陣屋となった。城石は、市街地化しているが、旧城門の山崎藩、陣屋門が、思想市指定有形文化財に指定されている。中世後期の山崎の地には、 赤松市所有の宇野氏が、最上三北西の山に築いた篠の丸城があったが、1580年に、橋場秀吉によって攻め落とされた。その後、三子田正春、黒田義孝、木下勝利が城主となった。木下勝利時代の1587年に、篠の丸城の南東山六、現在の山崎城の場所である香沢の地に城を築いたとされているが、 香沢には、橋橋以前より城塞があったとする説もある。なお、筑前国黒岳伝来の黒田家府に見える黒田義隆が1580年に入城した、旗州に区立軍山崎の城は、本校の山崎城ではなく、篠野の丸城のことではないかと考えられている。本格的な城郭が建築されたのは、1615年に池田照正の子照住が、 山崎三万八千国で入宝した後である。伊保川と関野川に挟まれた香沢と呼ばれる、河岸段丘の南半分に築城した。川に面した崖の部分には石垣を築き、その南端に本丸を設置。続いて、北側に東西に広がる形で、二の丸三の丸を設置し、その境目には、伊保川から引いて構築した堀が巡らされた。さらにその北側には、 武家屋敷、外堀を挟んだ北側には、城下町が広がっていた。ただし、城は、未完成のまま終わり、本丸に代替となる陣屋の設置が許されたのも、本田氏が藩主となった1679年以後の、ことであった。池田照住が一代で改役された後、松井公営が入るもこれも、違法となり、照住の老いにあたる池田久し元が入り以後三代、続いたが、 むつぐ断絶した。その後、本田忠秀が一万国で入り、廃藩地県まで、本田氏市九代の藩主が入った。廃藩地県後は跡地に、学校施設などが設置されたものの、幕末期の設置とされる表門で、死指定有形文化財の神屋門など一部が、本田公園として、保存の対象になっている。ありがとうございます。